戸マンションの相場です。それから新平市、台北市から隣の市なんですけれども、中心までだいたい30分ぐらいかかります。それで陶器って書いてますけども、この陶器は共有面積まだ上がらせているので、だいたい占有面積だと50坪160平米ぐらいです。それで3368、台湾元3室あります。 3LDK で、こちらの方はもう少し広いです。これも 3LDK です。値段は4000万台円、台湾ドルに近いんで、だいたい日本円だと、2億近くします。とにかくマンションはとっても高いです。こちらの方も同じく、敷地面積だと65坪、占有だとだいたい50坪、160ぐらいです。これで価格が3600万台湾ドル、だいたいこれも1億7000万ぐらいです。台北駅まで30分ぐらい、郊外の36階建てのタワーマンションを見学します。まずはこちらの築17年の 5LDK のマンションを見ていきます。占有面積は39坪と書いてるけれども、この下見てください。この主建物って書いてる部分、16.46 坪平米なので、実際の広さは54平米ぐらいです。そして価格は日本円で8730万円です。とても高いです。じゃあ見ていきましょう。今日はマンションの見学に来ました。行ってみます。ここは20ドアになってます。あ、説明お願いします。今こちらは巻き景色なの でこちらが日当たりがいいから、多分日頃は全然、ね、電気つけなくても大丈夫です。はい。で、部屋は全部3つありますね。はい。で、まずはメインのがこちら。あ、景色もここからの景色はいいですね。町景色ですね。ええ。リビングは大きくて光が入ってとても居心地が良さそうです。こうソファー上がって、そして外の景色もここからよく見えます。今日はちょっと曇ってるけれども、眺望はなかなかいいです。はい、こちらはどんな部屋でしょうか。メインの。あ、メインの。はい。で、こちら中にはもう一つトイレありますね。はい。こちらです。メインのベッドルームなんですね。はい。で、このベッドはついてますか。ついてないんですね。あ、これはない。そうです。はい。ついてないです。わかりました。で、上は物置きするときは、こちらはもう階段として使います。あ、上に登ることもできるんですね。はい。この家具はついてるんですか。いや、家具の方は全部移動できる家具はまた所有者に相談しますか。あ、そうですか。はい。そうです。あ、ここから景色ですね。ここは向きは東向きですか。南向きです。あ、こちら南ですか。はい。駅が見えますけども、駅は上の方はファンファンチェン、シンプル民生、はい、というファンファンチェン、環状線のシンプル民生駅ですね。はい。はい。で、こちらの方はトイレがついてるんですね。はい。あ、この寝室にトイレがついてるというのは、あとトイレとバスルームがついてるのは日本ではなかなかないんですよ。
そうですか。はい。だからとっても便利ですね。で、上はこれは物置ですか。そうです。上は部屋じゃないんですね。部屋じゃないです。ちょっと上がってみます。ちょっといいですか。これこ上は物置になってるようです。ちょっと部屋にはそんなに狭そうです。寝室があって、そしてこちら洗面台がすぐあって、トイレとバスルームもついてるのですごく便利です。ちなみにこれはウォシュレットですね。ここはトイレットペーパーそのまま流すことできますか。いや、台湾はやっぱりそのまま捨てない方がいいと思います。捨てない方がいい。ここに入れる方がいいですね、はい、そうです。やっぱ捨てると詰まりやすいですか。そうです。まあ、多分トイレペーパーの質にも関わりますね。はい。ここはバスルームです。で、ここは中2階があってすごく面白い構造になってます。で、こちら、はい、下の方が2つの部屋がありまして、大きさは同じくらい、はい、そうですか。で、ここが上に立っている時が立ちやすいから、はい、こちらの方が低めにしたんです。ああ、ここは、あ、ちょっと部屋はもうこれだけなんですね。そうそう、シンクルですね、はい、ここは窓がありますね。あります。こちらも窓景色ですね。一緒、ああ、鏡がついていて、ベッドがあって、そして机もこれ備え付けであるようです。あ、ここも景色はいいですね。台北101見えますか。見えないですね。台北101は方向が間違います。ああ、違いますか。なかなか明るくて快適な部屋です。これは電気はついてますか。電気は自分で買いますか、うん。はい、じゃあ次案内お願いします。はい、では上の方はこちらの部屋も大体大きさくらい、はい、見ましょうか。大きさこれは2つ目の同じくらい、あ、2つ目、3つ目の部屋ですね、うん、そう。でもこちらが炭素ついてるから、だからちょっと空間がもっとちょっと狭い感じます、はい、で、窓もあるけど、でも他のビルだけ見れます、ええ。窓がついてますけれども、ちょっと景色は隣のビルですね。ないですね、はい。で、棚はついてるから便利そうです。で、こちらの方にも洋服ダンスがついてます。じゃあ中2階の部屋に行きたいと思います。じゃあこちらの高さは私が176メートル、176センチ、はい、で、ちょっと当たりますね、はい。だから高さはまあ大体このぐらい。そうですね。ここはどういうスペースですか。この前はベッドが、ここはベッドが両方置くから、あ、両方ベッドがありましたか。そうです。でもやっぱりこの場所が自分の使う方法次第ですね、ええ。これ面白い作りですね。そうです。まあ、できるだけ使うスペース利用します。まあ、高さは普段の建物とは、はい、もうちょっと高いから。ええ。ここ右とこの左両方にベッドを置いて使うこともできるんですね。もし本当に住む人が多いなら。はい、おー、わかりました。今一番記録がこのスペースが全部7人ぐらい。あ、7人。そうです。7人で住んでました。そうです。ここは。そうです。多いですね。
部屋が全部で4つあるから7人暮らせますね。これ上から見た感じです。とっても広いです。でこれで広さは何坪でしたか？28.67。 28.67、 そうです。でだから日本の坪でいうと90平米ぐらいですね。はい、じゃあ下に降りていきます。でこちらはキッチンですね。そうです、キッチンとあの洗濯物の、はい、しまですね。洗濯物は外に干すんですね。そうです、洗濯機と洗濯を干すところ、これ台湾あるあるなんですけども、物干し代がすごく高いですね。そうです。どうしてこれ台湾の物干し代はこんな高いんですか？日本はね、大体この背の届く、スペースが狭いから、だからできるだけ、ね、干すものが上にして、でもし下ろすときがそちらのそれを下げれば、下ろすときはこの紐で下げるんですね。そうです。スペースが狭いから。そうです。外に干すところはないんですね。ないんです、ここだけ。まあ、この中端はあの唯一の欠点なね、これです。はい、こちらの干す場所がちょっと狭い。干す場所が狭いですね。はい、ここ上は何かあるんですか？あ、上がさっき、これさっきの部屋ですか？上の物の場所です。ああ、そうなんですね。そう、メインのバスルームはここですか？そうです、ここがメインのバスルームです。先ほどのよりも少し広いです。でこちらがシャワールームになってます。ここは天井が高いからいろんな部屋のタイプが作れるんですね。はい、高さはこれ何メートルぐらいありますか？3.6メートルです。あ、3.6メートル。はい、これは高いですね、すごく。3.6 メートルある日本のマンションはなかなかないですね。今台湾も少ないです。少ないですか？うん、今はこれはもう、もし作るのはもう違法です。あ、3.6 メートルも違法ですか？いや、あの 3.6 は大丈夫けど、でも上の構造が違法です。はい、あ、もう上にこういうふうに部屋が作ることができないですか？そうです。ああ、でも、まあ、そうですね、作ったのはあのそのまま使うのは大丈夫です。はい、これ全部合わすと28坪だったんですね。いや、もうじあの実際ちょっとこの資料を借りします。実際にはね、あの中だけはね、はい、使えるの坪数はこれ台湾のね16坪。はい、そう、台湾のこの 28.67 スペースが、あの皆さん、あのこの全部 の住民 の共有のスペースも含めて、はい、で 28.67 坪です。多分あの日本とはちょっと違います。うん、日本は部屋だけですね。そう部屋だけ。台湾はあの皆さん共有のスペースも含めて、共有スペースの割合があります。はい、大体あの住宅なら大体 30% ぐらいはあの共有のスペースです。この共有のスペースはどこにあるんですか？あの例えばあのエレベーターとか、全部皆さん使うスペースが共有のスペースになります。はい、外のエレベーターも含めて39ですか？そう。でこれ28っていうのはこれは何ですか？ 28.67 のこれ、これがあのうちが所有の坪数がこれです。はい、だから買うときはこの坪数で計算します。39はこれじゃ関係ないんですか？39はあの車のあの坪数も含めて39になります。はい、部屋だけだと28ですか？それが16ですか？もしあの部屋だけの実際使うスペースならこれ 16.46 とこの附属建物の 3.48、はい、この2つ合わせて実際使うスペースです。だからだいたい20坪ぐらい。そうです。部屋で値段が1898万台湾ドルです。だいたい日本のお金でいうと8500万ぐらいです。これは建ててから17年ぐらい経つんですね。
そうです。建ったのは95年。そうです、こちら95年ですね、はい、うん、これ建った時はだいたい600万ぐらいですか。そうです。台湾ドルで。台湾ドルで。ずいぶん上がりましたね。そうです。台湾の物価も。物価もね、台湾の物価だいぶ上がりましたか。だいぶ上がりました。もう弁当だけでもこの 2,3 年、はい、だいたい 10% くらい、 10%15% くらい。あ、弁当ですか。うん、弁当。あ、そんな上がりましたか。そうです。だから全ての値段が上がってるんですね。そうです。ロビーはこんな感じです。温水も流れていてとても綺麗です。で、ここがエレベーターホールになってます。これなんか台湾らしいですね。そうです。